敵の位置割り出して、近距離だったら敵一発 OK でリロードして OK オールダウン。はい、こんにちは、グリードです。皆さん、この FPS 覚えてますでしょうか？約1年前にベータテストが行われた、元 COD の開発スタッフが手掛ける UBI からリリースされる FPS です。度重なる2ヶ月後出るんじゃないかっていう噂が重なり1年経ちました。なんかコンソールの審査に落ちただとか、なんかいろいろ大変なことがあったみたいですけど、今回ついに今年に入ってリリースされるかと思ったら、近日サーバーテストを行いますという発表がされて、そこから1ヶ月経ちました。そして今回の2日間のサーバーテストです。もうとにかく長かったんですよ。この FPS はね、何やら国内、日本国内においてはアリーナ FPS の最後の砦なんて言われてたりするみたいなんですけど、まあアリーナ FPS といえば、まあコールオブデューティー COD なんですよね。COD はね、なんだかんだね、全 FPS の中で人口がね、世界で1位なんですよ、まだ。ただね、日本においては COD っていうのはね、こう円安の影響でどんどん値上がりしてて、あんまりね、気軽に手が出せないような状況になってるんですよね。少人数戦の FPS っていうのが日本だと今あんまりこう浸透してないというか、触れてないっていう人も多いんじゃないかと思うんですが、その中でのこの XDefiant、無料のアリーナ FPS っていうところで結構注目してる人が多いんじゃないかなと思います。さあ、今回は約1年ぶりのテストですから、どこが変わったのかちょっとね、注目してやっていきましょうか。落ちます。これ前回と同じだな。前回と全く同じ現象起きてます。マッチングしてロードが始まると落ちたんだよね。さあ、というわけでマッチングいたしました。まずキャラ選択から。ちょっとデザイン変わったね。まあ、今回はちょっと敵の位置が透けるキャラクターでいきましょう。さあ、レッツゴー。ルールはドミネーション、旗取りですね。まあ、COD と全く一緒です。全く一緒です。さあ、フラッシュ、まず B 拠点取りましょうか。フラッシュ眩しすぎないか。2から来てるよ。1枚やって、上登られてる。オッケー。ショットガンか。珍しいね。前回はそのサーバーのラグがひどかったのと、キャラコンは特に変わってないのかな、これ。変わってないかな。変わってないね、これ。ちょっとね、このゲーム入力が大雑把しか存在しないというかね、あんま細かいエイムができないんだよね。ちょっとそこが難しいところでありますね。ちょっとスキル使って敵の位置を割り出していこうか。上映りますね。そこやっちゃおうか。いや、今ちょエイムがねむずいね、ほんと。頑張る。 COD だったらクソエイムすぎてこんなの動画に見せらんないけど、ちょっと慣れが必要ですね。かなり下赤点出てるけど味方やってくれて、はいはいはい。 B 拠点取りましょうか。フラッシュね、今回フラッシュ当たったのかどうかよくわからないけど、一旦突っ込んでみようか。ないないない。足跡する。ナイス。やべ、バレてんのか、これ。オッケー。倒して。僕の方、まだ来そうだな。一旦、待ってみようか。エリア取られちゃって、そこやってから、僕の後ろ来てるね。旗の中にもいるのか。そこやってから、僕の右来るね、これ。左奥も赤点出てるが、右の人は、そのまま上行ったのか。ってことは、そこ顔出してきてるね。オッケー、カット。で、まだ来てる、これ多分。僕の、下と上からどっちも来るね。下はやってくれたから上やろうか、じゃあ。OK、ダブルキル。で、味方がエリア競合状態。やってくれて、ナイス。これはなんだ？これ DMR かなんかかな？よしよしよし。一旦 B 守りましょうか。DMR は、結構レートが落ちたかな。そう、前回すごい強かったんだよね。さあ、B 取られてる。映りはしないが、1枚確認。もう1枚やれるか ?OK、ダブルキルはいけたが、弾がなくなりました、完全に。OK、やって、敵と同じ武器か。誰か MP5 使ってる方おりませんか？ちょっと単発武器だけは相当厳しいぞ。でも遠距離はすごく強い。はい、OK。いいね。
まあ、武器バランスはそんな変わってる印象ないかもしれないですね。オッケーオッケー。あー、ついにやられてしもうた。まあ、結構連続キルはできたかな。スライディングキャンセルチックなことはできるけど、まあ、COD ほどズカズカはできないというか、滑らかにはできない。かろうじてスライキャンできるかなぐらいな感覚ですね。さあ、ウルトが溜まりました。ウルトはね、敵の位置がステル&、ピストルが使えるようになるんですけど、あれ、湧きたてだけど、おー、スナイパー、そうだ、前回もスナイパーが、ね、すんごい強かったんだよな。一旦、そうだな。そしたら A 触っちゃおうか。湧いてんの確認出てきたね。C か。C 触っちゃいましょう。C 触っちゃう。しゃがみは、あ、不正はないから、しゃがみで避けるしかない。OK。しゃがみで避けるしかない。情報を集めて、ゾーン取りました。今いたね。3、2、1、はい。そこやって、クソエイムだな、今の。A、ウルト使ってみましょうか。敵の位置割り出して。近距離だったら敵一発。OK。で、リロードして。OK、オールダウン。で、奥で湧いてるね。ウルト時間、これ結構短くなったね。あと前回のテストの時はね、結構、スナイパーか。結構遠距離でも一発で倒せたけど、今見た感じ2発ぐらいかかってたかな。あれ、スナイパーかな？さあ、敵こっち映ってる。いや、前回もスナイパーやばかったけど、いや、これ、ま、やばくないか？まずくないか？はい。オッケー。ちょっとエイムがガバるな、だいぶ。これ奥脇かな？このマップ相当狭いんだよな。削って削って。味方のアビリティのおかげでなんか敵が透けてる。もう一枚いたけど。削って。ゾーンが取られてる。もう一枚やって。そこもやって、前上がれっかな、これで。体力がやばいけど、手前いるから、そいつだけやりたかったけど、あ、回復が、スキルのリチャージ時間がだいぶ増えてるな、これ。そこ下いるな。 OK OK、 よし、体力はやばいね。敵の位置移るやつ、後ろ来てるね。ナイス。おお、ここ倒す。ウルト溜まった。オッケー、それもやって。そうね、これ一発なんですよ。近距離だったら一発。弱体化されてなければ。あー、外したー。アナイアレーターね。COD に昔にあったスキルのやつですね、あれは。はい。スラン。スラン。オッケー。絶対右来てるでしょこれ。オッケー。もう一枚来てるか。ジャンプ打ちで、もう一個上がってまだ湧いてるはず。味方やってくれた、ナイス。裏向いて、なんか右銃声してんね。もう一枚も
これハンドガンでいこうか。危ない。ふう。いやね、エイブがむずいな、このゲームマジで。このちょっとね、な滑らかではない、残念ながら。本当に。おドムシ、ドムシ、ドムシ来た。味方のウルトドムシ来た。やり慣れている感じだったね。77キルでしたか。今回プレイしてみて、そうですね、1年前のベータの時からほとんど変わってないです。本当にサーバーテスト、その名の通りベータテストじゃなくてサーバーセッションってサーバーテストらしいから、実際に動かしてみて回線が大丈夫かどうかっていうだけのテストっぽいね。あんまりこう新しい要素とか武器調整云々とかそんな目新しいものはなかったけど、このテストがいい方向に向くことを祈っておりますので、よろしくお願いします。また1年ごとがねならないようにまあひっそりと願って待ちましょう。それでは今日の動画が良かったらチャンネル登録とよろしくお願いします。普段は COD の動画上げてるのでぜひそちらお願いします。お疲れ様でした。